こうなったら貨物路線からクロスベル市を目指して、とにかく何としても石にかじりついてもこの場を切り抜けるんだ。なかなか見上げたもんだ。まさか警察官ごときが俺たち新生国防軍をここまで翻弄するとは。確かシーカー少尉の元同僚だったか。さすがと言うべきか。よし、武装解除するぞ。あまり傷つけずに捕らえろとの命令だ。お断りだ。こいつまだ動けるのか。わからんな。どうしてそこまでする。どうやら新たなクロスベルの体制が気に食わんようだが、お前一人が抗ったところで状況が変わるものでもなかろう。それでも誰かが立ち上がらなかったら何も変わらない。流されるだけじゃなく、自分自身の目で真実を見極めるためにも、大切な人たちを取り戻すためにも、俺は絶対に諦めたりしない。何度でも、たとえ足をへし折られても立ち上がってみせる。こいつは惜しいな。一気にかかれ。抵抗させずに落とすぞ。ラジャー、足を狙え。最後まで諦めるな。キア、エリー、ティオ、ランディ、ワジ、セルゲイ課長も、どうか俺に力を貸してくれ。やれやれ、頼むべき存在を一つ忘れているようだな。え、もう、今のは頭に響いて。され、偽りの聖地を守る強者どもよ。このものは私が預からせてもらう。うわあ！ふざけるな！神聖クロスベル国防軍が幻獣ごときに屈して！さて、同じことを言おうか。その必要はない。撤収！さすがに驚かせてしまったか。この姿に戻ったのは久しいゆえ、いささか加減がわからぬな。言いたいことはいろいろあるんだけど、とりあえず
これだけは言わせてくれ。なんだ。サイト、さすがにタイミング良すぎだろ。エイドスが使わした聖獣？そのようなものと考えてもらうのが早いだろう。かつてエイドスから人に送られた大いなるセプトテリオン、それらの行く末を見守るためにあり続けているのが我ら。我らってことは、ひょっとしてリベールの異変で現れたっていう竜も？さすがに悟いな。かの竜レグナートも確かに私の腹からだ。空の四方を見守るためリベールの地に残っていたが、使命から解かれた今はどこに消えたか私にもわからない。な、何が何だか。でもそれじゃサイトも大昔からクロスベルの地に。1200年前の大崩壊の前からになる。かつて幻の司法がどうして消えてしまったか、その後司法を再現するためどのようなことが行われたか、ある程度のことは知っている。正直調べようにも調べきれない部分だったんだ。エイドスの司法、それを受け継いだクロイスケ、どうして司法は失われ、キーアがあんな役割を背負わされることになったのか。頼む、どうか教えてほしい。1200年前の出来事、そして500年前、キーアに何が起こったのか。よかろう。まあそのために私はお主の前に現れたのだ。この地に伝わったエイドスの司法、それは幻を司るデミウルゴスと呼ばれた。知覚と認識を司り、さらには因果をも御する属性だ。その力を秘めた司法に、当時のクロイス家を中心とした人間の一派が望んだこと、それはエイドスの代わり、地上の神としての役割だった。人を知り、地上のすべてを知り、因果を御することで人間を導く。それは一見人の欲望を無制限に叶えてしまったオーリオールにも通じるところがあっただろう。だがデミウルゴスは高位の人格を与えられることで同じ過ちを起こさずに済んだ。あくまで人を堕落させず正しく導ける英知と判断力、それをもって人という存在を正しく導けるはずだったのだ。司法そのものの心が限界に達しさえしなければ、あらゆる人の差がと業、あらゆる世界の不条理、それを理解し導けるということは人と同じ情を持つということだ。そしてデミウルゴスの心は次第に壊れ病んでいった。このままだといずれ暴走し、守るべき人々を傷つけてしまう。そう悟った司法は悩んだ末に一つの決断をした。自分という存在の因果を解き、この世から消滅させるという道を。
そんなことか。でもそれじゃ後に残された人々は、地方の消滅にひたすら惑い、嘆き、恐れた。そしてなぜそうなったのか、司法が何を思ってそうしたのかを顧みることなく、失われた司法と同等のものを生み出すことに取りつかれたのだ。もちろん最初はただの手探りだっただろう。しかし700年にわたり、彼らはさまざまな知識を集めながら独自の技術を編み出していった。すなわち無から有を生み出すという錬金術という魔導技術。そして彼らはこの地で途方もなく遠大な計画を立てた。教団という傀儡を用意し、新たな司法の核となる存在を委ねて育てさせること。そして錬成という概念を極限まで応用した巨大な式をこの地に用意すること。それが数百年前、黒石家の錬金術師たちが始めた計画だったのだ。それを資金的に可能にするため、彼らは銀行家という表の仮面をかぶり始めることとなり、一方教団の方は信仰対象として与えられた核を目覚めさせるべくうごめき始めた。そして500年の時が過ぎ、今の状況へと至ったというわけだ。はあ、途方もない話だな。でもやっと事件の全貌が見え始めてきた気がする。サイト、マリアベルさんはキーヤをゼロの司法と言っていた。それはどういう意味だ？失われた幻の司法とはまた違うものなのか？残念ながら私もそれについてはわからない。おそらく黒石家は1200年にわたる猛襲の果てに何かを掴んだのだ。それによってデミウルゴスと同等のものを再現するだけでなく、それを超える力を持ったゼロの司法を完成させたようだ。あの白き人型の力、あれは人型そのものの力ではなく司法の力と見るべきだろう。そして幻の司法には、あれだけのことを瞬時にやれるほどの力までは備わっていなかった。空間を消滅させる力はどちらかというと空の属性に由来するものだからな。あれが全てでないとすると、どれだけの潜在能力を持つのか私にも想像がつかないくらいだ。もう一つ教えてくれ。今までの話を聞いた限り、あの子は、キーヤは普通の人間じゃないんだな。人にして人あらざる。司法を再現するための核として作られた存在。おそらく錬金術の奥義を持って錬成されたホムンクルスだろう。しばらく前から知っていたんだな。なのに俺たちの前ではあんな風に笑って。キーヤ、
ここは共和国方面の国境か。ここならば国防軍とやらも手を伸ばしては来ないだろう。まずは一息つくがいい。ありがとうツァイト、本当に助かったよ。あれはクロスベル氏を包み込むように出現した結界のようなものだ。許された存在については自由に出入りできるようだが、そうでない存在は決して通すことがないらしい。人にしても乗り物にしても。そんなものか。すでにプレロマ層もクロスベル全土に咲き乱れている。今やクロスベルそのものが司法と一体化してしまったと言っても過言ではないだろう。プレロマ層というのは結局何なんだ。地下に流れる七葉脈に関係するとは聞いたけど。かつての幻の司法が人と地上を知るために咲かせた、目にしてよりしろとでも言うべきか。司法と霊的に結びつくことで周囲の空間を歪ませたりもする。本来この次元には現れない幻獣などが出現しているのもそのあたりが原因だろう。なるほど。かつて DG 教団がやってきた非道な儀式の数々、あれにプレロマ層を原料としたグノーシスが使われたことにも理由があったんだな。おそらく犠牲となったあまたの被験者の知識や人格、それらの膨大な情報が太陽の砦に眠る彼女に送り届けられていたのだ。それらの情報は自己組織化され、より高位の人格を生み出すための苗床となり、そして500年の時を経て司法の核は目覚めた。私がお主に伝えられるのはこのくらいだ。彼らは周到に計画を練り上げ、この状況を作り出した。その意味でお主の取れる選択肢はあまりにも少ないだろう。このままほとぼりが冷めるまで異国に逃れていたらどうだ。そうだな。カルバードだったらおじさんの家もあるし悪くないかもしれない。でもやめておくよ。一番知りたい真実をまだ確かめていないからな。何？それを確かめるためにも俺にはみんなの力が必要だ。エリ、ティオ、ランディ、それ以外にも大勢の力が。そのためにも俺はあちら側に戻るよ。せっかくここまで送ってくれて悪いんだけどさ。確かめたい真実とは何だ。決まっている。力や生い立ちに関係なく、あの子がキーヤが本当はどうしたいのかってことさ。多分あの子を取り戻さない限り本心は教えてくれないだろうからな。それにかつての司法が耐えられなかったほどの重圧にさらされてるかもしれないなんて、そんな環境にうちのキーヤを置いておけるわけがないだろう。大統領やアリオスさんも殴り飛ばしても絶対に連れ戻す。ふふ本当、親バカだな。マジ？どうして？それにアッパスに、リースさんに、あなたは？久しいな、バニングス。
ご無沙汰しています。いや、俺とは4ヶ月ぶりくらいかな。覚えとってくれて嬉しいわ。確かあなたとリースさんは教会の聖杯騎士だ。マジ？もしかしてお前七王教会聖杯騎士団所属、ドミニオン第9位、青の聖典、ワジ・ヘミスフィアさ。改めてよろしく頼むよ。ちなみに自分は騎士団の聖騎士の立場にある。ワジの補佐が主な任務だ。ああ、もういきなりすぎて何が何だか。それじゃあリースさんと最初に会った時、お互い何も言わなかったのは。すみません、知らないふりをしていました。ヘミスフィア教の潜入調査は極秘とされていましたので。で、彼女が来てくれたおかげでエラルダ大司教の注意が完全にそれてくれたってわけさ。いや、ほんと助かっちゃったよ。お役に立てて幸いです。ま、リースの場合どう考えても普通のシスターには見えへんやろからな。大司教もさぞ面食らったやろ。大きなお世話というか、ケビンは人のことは言えないと思う。なんか誰一人として普通の聖職者には見えないんだが。ま、改めての自己紹介はこのくらいにして、僕たちがこの場に現れたのはそちらの彼に呼ばれたからでね。ザイトに？うん、そうさせてもらった。お主の決意が固いのであれば協力者は必要かと思ってな。あ、僕が潜入していたことからもわかると思うけど、騎士団はある程度今回の事態を予測していてね。ただクロイスケの陰謀やキーヤの正体についてはわからないことも多かったんだ。先日彼と再会した折に一通り教えてもらったけどね。しかし幻の司法は消滅しており、それに代わる新たな司法が人の手で生み出されたとなると、事態はアーキファクトを回収する騎士団の役割から外れてきてな。このままでは介入する口実がなくなってしまうところだった。かといって結社がこの事態に絡んでいるとなると俺らも放ってはおけん。そこで君という口実に頼らせてもらおうと思ったんや。そういうこと。君に協力させてもらう形で僕たちは今回の事件に介入させてもらおうと思う。どうだいロイド。一つ確認させてくれ。あんたたちはキーヤをどうするつもりだ。難しい質問やね。でもごまかしても始まらないと思います。うん、正直なところをまずは伝えるべきだろう。そうだね。ゼロの司法だけど、正直オーリオールよりはるかに危険で厄介な存在だ。現時点で力の全貌が見えていないにもかかわらず、ここまでの状況を作り上げた。君、今大陸諸国がどうなっているか知ってるかい？いや、帝国の方で内戦が始まったのは噂で聞いたけど。ぶっちゃけ直接のきっかけはクロスベル方面に投入された帝国軍師団が壊滅したことでな。帝国軍もプライドがあるから次々と師団を送り込んだんやけど、あの人形どもに全部返り討ちされて、それで帝国軍が混乱しとる隙に貴族勢力の連合軍が帝都を電撃占領したんや。結果鉄血宰相は凶弾に倒れ行方知れず、
帝国全土を巻き込んだ内戦が長期化し始めている状況だ。一方、共和国の方でもクロスベルに端を発する経済恐慌が発生し、テロが活発化したことによって非常事態宣言が出されています。そうだったのか。もちろん、それ以外の国だって恐慌や混乱とは無縁じゃない。特に今まで帝国と共和国に押さえつけられていた地域ではきな臭い動きも出始めている。そんな中、ディーター大統領は各地に働きかけているらしいんだ。クロスベルを盟主とする新たな秩序に参加するようにとね。当然、その背景には司法の力があるわけか。もちろん、大陸最強と言われる帝国軍をあっさり撃退できるだけの力だ。しかも今は結社が用意した3体の人形兵器しかないけど、それが増産されて全てが司法の力を受けて大陸全土に飛ばされたりしたら、キア、あの子はそんなことはしない。ちなみにあの人形兵器は司法が操っているわけではない。司法の力を受け自律的に行動する守護者のような存在だろう。あのレンという娘が使っていたパテルマテルという機体同様。その意味ではその子の意思とは関係なく勝手に動いとるってことよね。それどころか関係ない連中に利用される可能性だってある。キーヤちゃんの意思とは別に、それだけの力が持つ危険性は無視できないということでしょう。あなたたちの意見は分かった。それでも構わないから、今は協力を頼みたいと思う。へえ、てっきり申し出を突っぱねるかと思ったけど。俺だけでなんとかなる事態じゃないのは確かだからな。解決が長引けば長引くほどあの子も苦しむかもしれない。だがもしあんたたちが勝手にキーヤの処遇を決めようとしたら、全力をもって阻止するとだけは今この場で言っておく。俺だけじゃない、エリーやティオ、ランディだってきっと同じことを言うはずだ。理屈も道理も関係なく、ただあの子の保護者として。あ、うん。秀才君っぽいのにめちゃめちゃ熱い兄さんやな。ワジ、お前が気に入るのも分かる気がするで。愛してると言っても過言じゃないけどね。ワジ、俺は本気で。聖杯の騎士としてエイドスの名にかけて誓おう。あの子の処遇に関しては君たちの意見を必ず聞くことを約束する。僕らの立場としてはこの辺りが限界なんだけど、どうかな。ああ、十分だ。決まりだな。よし、そんなら早速動き始めるとしようか。なんだ。随分と懐かしい響きだ。教会の天の車か。飛行艇。聖杯騎士団で使っているメルカバという作戦艇です。ステルス機能に加えて光学迷彩機能を備えています。これを使って極秘裏にクロスベル領空に潜入する。心の準備はいいかい、ロイド。ああ、もちろんだ。キア、それにみんな、どうか待っていてくれ。
お疲れ様でした。ランクアップですね。おめでとうございます。手はずの通り、人形は俺らが引き受ける。くれぐれも気ぃつけてな。そちらこそ。下方狩り、いや千の守り手、あだ名を変えたばかりなのにお役御免にならないようにね。確かにな。しかしルフィナ殿から頂戴したあだ名とは良き名を名乗られたな、グラハム卿。大きに。いろいろあるみたいだな。ロイド君、大変かと思うけど決まりや。クロスベルの今の状況では外部からの助けは当てにできん。鍵を握るとしたら、今まで君がクロスベルで培ってきた絆やろ。培ってきた絆。わかりました。肝に銘じておきます。ロイドさん、エイダスの加護、それとエリーさんのこと、どうかよろしくお願いします。ええ、もちろんです。なんだ。光学迷彩機能を起動した。もちろん完璧ではないし、使用すると速度が落ちるなどのデメリットもあるがな。このまま潜入したらすぐに高機動タイプの人形が迎撃に現れるだろう。まともにやり合ってもまず勝ち目はないだろうから、5号機に引きつけてもらう。なるほど、その隙に潜入するわけが。ふん、聖杯の守り手の手並み見せてもらうとしようか。なんとか潜入できたけど、クロスベルそのものが四方と一体化しているような状況だ。ここから先は注意して動かないと、また人形が飛んでくるだろうね。この飛行艇に頼るのも限界があるということか。確かにこの船の大きさだと、地上に降りればプレロマ層を介した網に捕らえられるであろうな。そう、このままだと着陸すらできなくなってしまう。そこで七葉脈の力場の隙間を探知発見していこうと思うんだ。力場の隙間。うん、
七葉脈の力場は本来大地そのものを覆う巨大なものだ。だが大きな流れ同士の間にたまに隙間が生じることがある。なるほど、そういった隙間なら着陸しても気づかれないわけか。そういうことで、今いる地点がちょうどその場所ってわけさ。ウルスラ街道の中洲、前に幻獣が出現した場所の近くか。でもよく見つけられたな。異変が起きる前にアッパスと調べておいたのさ。で、少し小細工をしてからクロスベルを脱出したってわけ。なるほど。ふん、用意周到なことだ。まあ、今はここだけだから今後も着陸できそうな隙間を探していく必要があるけどね。それでどうする？どうせ結界があるからクロスベル市には入れないけど。そうだな、それでも一度降ろしてもらおう。少しでもクロスベルの状況を知っておきたいし、ウルスラ病院がどうなっているか確かめておきたい気がする。了解。ならば降りるとしようか。ん？どうした？いや、今更ではあるけど、サイトってどうして俺たちを助けてくれるんだ？それにリベールの竜の話だと、君たち聖獣って司法をめぐる因縁については見守るだけで介入できないんじゃなかったっけ？しかり、古の迷惑がある。だが幻の司法が失われた現在、私の本来の使命もすでに終わっている。この身を縛る禁忌も薄れたゆえ、ある程度自由に動けるというわけだ。人の子らに少しばかり力を貸してやるくらいはな。なるほど。それでマフィアの軍用犬事件でも俺たちを助けてくれたのか？うん、そういうことだ。無制限の助力はできぬが、しばらくの間だけはこのまま力になってやろう。一応警察犬とやらに登録されている身でもあるしな。わかった、ありがたく力を貸してもらうよ。しばらくはこのメンツで動くことになりそうだね。地上に降りたいときはアッパスに声をかけてくれ。あと、このメルカバ内部にもいくつかの設備が整っている。装備、道具、攻防機能、必要ならクルーに声をかけるといい。ああ、了解だ。
で、結局どうする？ああ、一度この場所に降りてみることになったよ。それはそうと、まさか君たちにこんな背景があったとはね。全ては教会内部の対立、騎士団に批判的なエラルダ大司教の目をごまかすためでな。まさか最高位の騎士の一人が不良グループのヘッドを張っているとは誰も思うまい。そりゃまあ確かにな。あ、でもテスタメントとか聖戦とかやたらと宗教かかった言葉を使ってたような気もするんだけど。ふん、そうか。かえって不謹慎な印象となってごまかせるかと思ったのだが。まあ確かに独特な雰囲気のチームだったからごまかせていたとは思うよ。それですぐにでも降下できるのか？うん、隙間の位置は正確に把握できている。準備ができたら言うがいい。了解した。一応場所を確認するがいい。